はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は商標登録を取る際の流れと商標登録に関する基礎知識について、この1本の動画内でできるだけ話をしていきたいと思います。というのも、一つ前の動画で私は2020年のアマゾン物販はこうなるっていうことを話したんですね。具体的に申し上げますと、ここに書いた通り、今後はブランド戦略と顧客目線で進んでいくセラーっていうのがますます生き残りやすい市場になるよっていうことなんです。この最後のハイブリッドリサーチについてはまだ動画でしてないので、近日中に話をしたいと思うんですが、とにかくこの上の2つ、ブランド戦略と顧客目線、さらにこのブランド戦略って一体何なのかって考えると、アマゾンブランド戦略っていう言葉をすでにセラーとしてやられている方っていうのは常々頭の中意識されていると思うんですが、そのアマゾンブランド登録っていうことを行う、要するにアマゾンの中でこれ私のブランドなんですよって正式に認めてもらうためには、現在商標登録っていうのが必須になりました。商標登録を取っていないとアマゾンブランド登録できなくなったんですね。なったっていう言い方申し上げているのは、過去商標登録取ってなくてもアマゾンブランド登録できた時代っていうのもあるんですよ。でも時代は今変わってしまって、基本的に商標登録が必要だと。で、この商標登録を行わなければアマゾンブランド登録ができず、アマゾンブランド登録ができなければブランド戦略っていうのを進めることっていうのはできないと。っていうことを考えると、逆算していくと、まず何が必要なのかっていうと、この商標登録っていうことになるんですね。早速話をしていきますが、日本とアメリカで商標登録のシステムって全然違うんですよ。考え方が違うんですよ。今回はアメリカを中心にお話ししますけど、ちゃんと日本のことも話しますから、日本アマゾンでセラをやっている方、やろうとしている方にとっても、アメリカでやろうとしている、もしくはやっている私の生徒さんにとっても、同様に有益な内容になるんじゃないかなと思います。まず日本なんですけど、そもそも登録主義ってものなんですね。これはその商標のブランド名だったらブランド名で申請を出して、特許庁ですねに申請を出して取ってもらった方が勝ち、取った方が勝ちっていう、とにかく申し込み順みたいなもんですね。これが登録主義なんです。一方米国っていうのは使用主義って言って、この登録をするしないの以前からちゃんと使用してますよっていう証拠を持ってることが大切。これが使用主義なんですよね。この登録主義か使用主義かっていうので、また全然話が変わってくるので、このスタンスの違いって覚えておいてください。もう少し話を掘り下げていきます。日本っていうのは登録主義だって書きましたけれども、そしてその隣、自分でって書きました。一方アメリカは USPTO がって書きました。これ何かっていうとですね、自分たちで専門の商標を取ってくれる人を普通雇って、その人にいろいろお任せするんですよね。で、日本だったら自分で好きな人を雇って、初めから終わりまでその商標の申請っていうのを、例えば行政書士さんに会社設立を頼むような感覚で行うことができるんですよ。一方アメリカっていうのは、もちろん専門家の人にお願いをするんですが、細かい作業とか審査に関しては USPTO、 これアメリカの要するに特許庁みたいなもんなんですが、 USPTO 側が人選を行ってで選んだ、その担当官がいろいろ細かいことを行うっていう流れなんですね。だから一言で言えば、 USPTO アメリカの方がまどろっこしいんですよ。日本だとこの人にお願いするって言って、この人が細かい手続きまで全部やってくれるので、結果的に5、6ヶ月、最短の場合3、4ヶ月っていう早期プランみたいなのもあるんですけど、通常は5、6ヶ月でこの商標登録っていうのを行う、完了することができます。一方アメリカっていうのは、自分がお願いした専門家と USPTO 側が選んだ専門家担当官の人が会議を何度も行ったり、話し合いを行ったりっていうのが、本当言い方悪いですけど、二度手間三度手間なんですね。めんどくさいんですよ。で、結構ね、追加の会議の費用がかかっただとか、いろんなこと言われたりして、いちいち時間かかったりするので、結果的に約1年かかります。正確に言うと11ヶ月ほどかかるって言われてるんですが、約1年って考えていいです。しかもですね、これ自分でお願いしたら、自分と専門家で、あとは申請出した後、特許庁側がチェックして OK ってやるわけなんで、金額的にも十数万円からやることができます。一方アメリカに関しては、もろもろ時間がかかるってことは、お金もかかるってことですね。だいたい30〜40万円はかかるっていうことをご理解ください。さて、実際に商標登録を行う際に必要なものって、これね、結構皆さん誤解してることがあって、そのロゴが商品についてればいいんでしょっていうふうに思ってる方もいれば、類似群コードっていう考え方がまだ腹に落とせてない方もいるんですね。それについて説明させていただきます。まず何が必要なのか、
簡単に足し算で3つ書きました。当然ながらブランド名が必要ですね。例えば黒沢だったら黒沢ショップみたいなブランド名が必要なんです。ただそれって文字商標の場合なんですよね。商標っていうのはいくつもいくつも種類があって、例えば皆さんが小学生とか中学生の頃よく使ってた青と黒と白のモノ消しゴムってありましたよね。あのモノ消しゴムってそのモノっていう名前も商標にとってますけど、あのモノ消しゴムの青と黒と白のあのデザインも商標に取ってたりするんですよ。で、とにかくいろんな商標の種類があるんですが、基本的には文字商標を取ることをおすすめしてます。Amazon セラーの方には。なぜならば文字商標を取れば、そのブランド名自体が我々の持ち物っていうことになりますから、商品のタイトルわーって書くときに一番最初にブランド名を記載しましょうねって Amazon のルールであるんですよ。守ってない人も多いですけど、でここにブランド名を記載することによって、このブランド名を記載した商品自体が守られるようになるんですよね。だからとにかく商標を取るんだったら文字商標、まあ、ブランドの名前をちゃんと商標登録するっていうふうに考えておいていただければ幸いです。次に商品が必要なんですが、これ商品 with ロゴって書きました。要するにロゴがくっついている商品が必要になってくるんですが、ロゴがくっついてるってどんなイメージありますか？例えばシールみたいなもので商品にロゴペタってくっつけたり、紙タグで商品にくるっとね、ブランド名のついた紙タグを商品に、まあ、巻きつけるというか、投稿に留めて、じゃ、これで大丈夫なのかというと、そうじゃないんですね。ここで一つ目の大切なキーワードが出てきます。ちょっと純不動ですけど、これですね。高級的っていうワード。高級的っていうのは、シールみたいにペラペラ剥がせない。布タグは微妙なところなんですけど、紙タグみたいにチョキンって切ったらすぐ外れない。ずっと永続的に永久にくっついているような方法で、ロゴがくっついている商品、ロゴがついている商品が必要なんです。例えば印刷してあるだとか、革製品だったら刻印してあるだとか、そういった簡単にペラペラ剥がしたりだとか、ゴシゴシ消したりできないような状況でロゴがついている商品が必要になってくるっていうことです。ここからさらにさらに大切になってきますから、このワードだけ覚えてください。類似群コード。類似群コードっていうのは Amazon でいうカテゴリーみたいなものなんですね。具体的に言うとリュックカテゴリーだとか洋服カテゴリーだとか、そういったものなんです。あとはヘルメットカテゴリーだとか、いろいろあるんですけれども、この類似群コードっていうのを決める必要があるんですね。商標を取りたいですってなった時に商品を決めるのは当然なんですが、商品を決める理由の一つっていうのが類似群コードを固めるってことなんです。例えばこのブランド名でどの類似群コードで商標を取りますかっていうことをはっきり申請しなければいけないんですね。だから商品が固まっていない状態だと、そもそもロゴのついた商品がないので商標取れる状況にないわけなので、商品をまず決める、要するに自分がどのカテゴリーの商品を今後もたくさん出していくかっていうことが定まっていれば、そのカテゴリーで優先的に商標を取ることができるんですね。で、これ一つのブランド名で一つのカテゴリーで商標を取ります。一つの類似群コードですね。で、商標を取ります。二つの類似群コードで商標を取ります。三つの類似群コードで商標を取ります。これ一気にできるんですよ。だからブランド名一個で類似群コードも一個でじゃなくって、普通は一気に二個ぐらい取っておいた方が金銭的に安くなります。実際、例えば、そうですね、日本だったら十数万って書きましたけど、まあ、その倍だと20万、30万だと思うんですが、類似群コード2つ一気に取るんだったら、まあ、大体10万円台後半ぐらいで取れます。足し算、加算じゃなくってですね、まとめて、類似群コードいくつかまとめて同じブランド名で取得した方が割安になるんですよ。このアメリカに関しても1件30万だと2件60万になるかっていうと、そういうわけじゃなくって、2つの類似群コードで取る場合はだいたい40数万円とか45万円とかで取得することができるわけなんですね。だからブランド名を決めるってことは大切だし、商品を決めるっていうことは大切なんだけど、もうちょっと細かく掘り下げると、類似群コードを決めるっていうことが商標登録を行う際に非常に重要なポイントになってくるっていうことを腹に落としてください。というわけで今回は商標登録の流れについて説明させていただきました。類似群コードだとか、あとは高級的にロゴがついているだとか、いくつかのこういったポイントのキーワードですね、必ず覚えておいていただきたいんですが、結局こういった流れを進めていく際に何が大切なのかっていうと、類似群コードカテゴリーの決まった商品ってことですね。じゃあこの商品ってどうやって自分自身で固めていくのかっていうとですね、手すまなんですよ。
結局は戻ってきました。物販を行う際にまず大切なことっていうのは商品リサーチ、母数たくさん増やしましょうと。でたくさん母数を増やした中で、数を増やした中から手スマを行いましょう。で手スマでめっちゃ売れた商品があったら、その商品の類似品だったりだとか他のバリエーションをどんどん出して展開していきましょうって、物販のイロハがそれなんですけれども、それを行っていったからこそ、じゃあ自分はこの類似群コードでこういった商品でこのブランド名で商標登録を行うって流れにようやくたどり着くことができるんですね。最後のまとめです。今までブランド登録、商標登録の話って動画で何本も出させていただいているんですけれども、昨年の12月エラーコード5665っていうのがボコ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  Amazon の出品登録中に出るようになりました。このエラーコード5665っていうのは、あんたのそのブランド名記入したけど本当にそれブランドなのって Amazon が疑い出したというか、テコ入れが入り出したんですね。要するに今後、今まではね、自分で勝手に決めたブランド名をバサって登録すればそれで出品登録できちゃったんですけど、今後っていうのは、それ自分で勝手につけたブランド名だったらブランドじゃないよっていうふうに Amazon が言い始めます。確実に言い始めます。ってことは、多くのセラーが今まで自分の好きなブランド名をつけて売っていた商品を N/A ですね、ノーブランドって意味ですけど N/A っていう風に記載しないと販売できないような状況も訪れますよ。っていうか、もう来てますよ。来てます、来てます。もう来てますよ。来てます、来てます。だから、それを考えると、じゃあブランドセラーになった方がめちゃめちゃ有利じゃんっていう話になるわけですね。こういったキーワードを腹に落としておいていただけると、今後、ゆくゆくはというか、今後実際商標登録進める際に、スムーズにやり取りなどが進められると思いますので、ぜひ今回の内容を何度も反芻咀嚼していただければ幸甚です。最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。